34年ぶりの東京ドームでのボクシング興行で、4団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥選手、31歳、大橋が、挑戦者のルイス・ネリ選手、29歳、メキシコを6回1分22秒のテクニカルノックアウトで下し、4本のベルトを守りました。この試合は日本人初のメインイベンターとして、日本人にとっての最大のヒールである悪童を倒し、元 WBC 世界バンタム級王者山中伸介氏の敵討ちに成功する歴史的瞬間でした。初の世界王座奪取から10年、4万人超の観客の前で井上尚弥選手はボクシング史に名を残す勝利を挙げました。ネリは初回から東京ドームに衝撃を与えました。選手コールの時点で会場はネリへの大ブーイングで震えていましたが、ネリはその大ブーイングを跳ね返し、1回に左フックで井上からいきなりダウンを奪いました。その瞬間に会場は一瞬静まり、騒然となりました。しかし、その後2回と5回に、今度はネリがダウンを喫した後、6回には井上の右フックによって、ネリはとうとう立ち上がることができなくなりました。試合後、立ち上がったネリは井上に駆け寄り、相手を称え、真摯な対応を見せてリングを降りました。そして、ネリは病院に直行し、予定されていた会見は中止されました。Mauricio, the champ. Viva WBC. Thank you always for the support for Neri. Didn't get it tonight, but he will be WBC champion again. ファンからはネリに拍手。ネリの初回ダウンがあったからこそ、より盛り上がったネリは良いエンターテイナーだな。ネリは大健闘だった。ネリの評価も急上昇。本当に悪童から卒業したんだな、といった声が上がりました。